保健室はサボるためにあるんじゃない？保健室はサボるためにあるんじゃない？
Thank you.
気の毒なあの子たちからしたら眩しすぎる僕らの可能性を示すためなのかの封じ込められるわの立場と人の不幸に無関心で冷酷な人間だと思われる恐れがあるのでって身近な登場とかお悔やみで自分の好感度上昇チャンスに誰か誰か話そうぜ。
れもちぎりもちぎりもちぎりなんか眠くなるな。一人遊び一人遊び一人遊びちょうど誰が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 悪いんだ。一人ぼっちで一人ぼっちで一人笑えなんか悪いの自分じゃない。騒ぎは目覚めて美少女になるぞ。本気はそこからモテまくるな。お空よお空、私はイケてるかもしれない。そんなん知らない。お空よお空、私を照らす。
かみんな同じように慌てて行きます。メイドイン他人の自分自身崩れて行きます。最後なんかみんな同じように奏でてくのに、私の苦情で靴を履きかけた時に、三つ編みの先客に声をかけてしまった。ねえやめなよ、道をついててただけ、本当はどうでもよかった。先を越されるのがなんとなく尺だった。三つ編みの子は語る、どっかで聞いたようなこと、運命の人だった。どうしても愛されたかった。ふざけんな、そんなことくらいで私の先を越そうだなんて、欲しいものが手に入らないなんて、奪われたことすらないくせに、話したら楽になったと三つ編みの子は消えてた。さあ今日こそはと靴を履きかけたら、そこに背の低い女の子、また声をかけてしまった。背の低い子は語る、クラスでの孤独を無視されて奪われて、居場所がないんだって。ふざけんな、そんなことくらいで私の先を越そうだなんて、それでも無事で愛されて、温かいご飯もあるんでしょう。お腹が空いたとないて、背の低い子は消えてた。そうやって何人かに声をかけて追い返して、私自身も痛みは誰にも言えないまま、初めて見つけたんだ。似たようなネミの子、何人目かに会ったんだ。黄色いカーディガンの子、家に帰るたびに増え続けるあざを消し去ってしまうため、ここに来たのと言った。口をついててただけ、本当はどうでもよかった。思ってもいないこと、でも声をかけてしまった。ねえやめてよ。あ、どうしよう、この子は止められない、私には止める資格がない。それでもどこからは消えてよ、君を見ていると苦しいんだ。じゃあ今日はやめておくよって、目を伏せたまま消えてった。今日こそは誰もいない、私一人だけ、誰にも邪魔されない、邪魔してはくれない。カーディガンは脱いで、痛みをほどいて、背の低い私は今から飛びます。